千葉県の代表決定戦も2年連続でジェフユナイテッド市原、千葉リザーブスと順天堂大学の対戦となりました。去年は順天堂大が勝っています。リベンジを誓う JFL のジェフリザーブズは J リーグジェフユナイテッド市原千葉の下部組織でアマチュアのチームです。平均年齢は21歳、18人中9人がトップチームを経験しており、再び上がるためこの試合での活躍は欠かせません。チームを率いるのは元日本代表越後和夫監督です。去年ね、敗れてるんで、そのリベンジをする機会を得られたんで、非常に、まあ、僕もそうですし選手たちも非常に今日の決勝戦楽しみにしているんで、まあ、普段通りの力を出せるように、まあ、頑張りたいと思います。一方、関東大学リーグ1部の順天堂大学、今回の試合では元ジュビロ磐田の岡本達也など主力メンバー数人を怪我で欠く苦しい状況です。正確なパスが持ち味の10番伊藤大輔を中心に2年連続の天皇杯出場を狙います。指揮するのは自らも順天堂大で活躍した吉村正文監督。リザーブさんはもう間違いなく我々よりか格上のチームですから、劣勢になることは間違いないと思ってます。まあ、その中でやはり勝負ですから、チャンスを見逃さず、少ないとは思いますけど見逃さずトライしていきたいと思っています。黄色のユニフォームがジェフリザーブズ、青と赤のユニフォームが順天堂大です。先にチャンスをつかんだのは順天堂大。前半4分、相手ディフェンダーがトラップミスしたボールをフォワード佐山が奪いシュート。しかしこれはゴールキーパーの正面。さらに19分、順天堂大の伊藤、このボールに合わせたのは山本。山本の技ありボレーで順天堂大が先制点を挙げます。しかしジェフリザーブズもその直後、右サイドを抜け出した奥山がクロス、蓮沼が押し込みすぐさま同点に追いつきます。これで勢いに乗ったジェフリザーブズ、44分にはロングボールに反応した乾。ルーズボールもジェフリザーブズがキープし、リがゴール前へ。これを乾がしっかりと決めます。チーム最年少18歳乾の逆転ゴール。ジェフリザーブズが1点をリードして前半を折り返します。後半に入ってもジェフリザーブズの勢いは止まりません。1分、右サイドでボールをつなぎ堀川がゴール前へ。最後は中原、追加点を挙げます。防戦一方の順天堂大、11分にはジェフリザーブズの攻撃を体を張って守りますが、ハンドの反則、 PK を与えてしまいます。選手の猛抗議も受け入れられず、ディフェンダー三浦はレッドカード、10人での戦いを余儀なくされます。この PK を堀川、落ち着いてゴール右隅に決め、4対1、ジェフリザーブズが勝利を決定づけます。その後も数的有利な状況を生かして攻め続けたジェフリザーブズが去年の雪辱を果たし、2年ぶり3回目の天皇杯出場を決めました。やっぱり個人的にもアピールしていかないと、ずっとここにいるわけにもいかないんで、そういう意味ではまあ1点取れてよかったかなと思います。やっぱり一番の目標は天皇杯勝ち上がっていって、やっぱトップチームと試合やるっていうのが、もうみんなそれしか考えてないんで、
やっぱりそのために J2 のチーム倒して戦っていきたいなって思ってます。